私は当時、東日本大震災が発生した際は、護衛艦日向の乗組員でした。翌日 には、出港の方が命じられたので、横須賀に一度寄港して、えー、東北国の沖の方に向けて出港しました。ヒルガは全通甲板ですので、多数の航空機が運用できますので、そこで、えっ、ー、と、陸、他の陸地から物資を輸送して、その中継地点として、各それぞれの被災地に物品輸送を行うことを任務としていました。かなり大きな真水のタンクがありますので、被災地の方の、えー、入浴支援って形で、とても1日で、あの、入っていただける人数は少ないんですけども、それを定期的に行って、約1ヶ月半程度ですね。 現地の方で活動してました物資は寮食だったりと衣類それから毛布医療関係の機材生活支援物資ですねそれを輸送しておりましたヒューについてはあの陸地に入港せずに沖の方に把握って形で支援をしてましたので,でそこまでの陸地からの,あの手段につきましてはヘリの輸送が必要でしたので記憶に残っていることとしましてはやはりあの被災地の方がヒュの方にあの入浴に来られた際に帰られた際に あのとてもなんかスッキリしたということで、あの、感謝の言葉を述べていただいたときには、とても感動しました。本当、被災されてて、かなり苦しんでると思われるんですけども、その瞬間だけは本当に、あの、ほっとしたような表情されてたので、こちらも支援していて、すごいやりがいがあるっていうふうに感じました。あの、昼間は分かんなかったんですけども、ヒューガーの方は、あの、可白をした状態で支援をしてましたので、夜間もずっとその同じ沖にいたんですが、夜、陸地の方を見ると、あの家とか街灯があるにもかかわらず、全く明かりが一つもなくて、真っ暗なの 状態というのを目にしたのであの被災者の方を考えるとかなりあの苦しいあの心をしみつけられるような思いをしました PKO 派遣で、えっと、コラン高原というイスラエルとシリアの地域の方に派遣されました初めはその自分は何をやったらいいんだろうっていうのが具体的なイメージもつかない状態でかつシュガーの陸上自衛隊っていう部隊だったのであの、まあ、海空でちょっと色が違うと思いますのでどうやってこう接したらいいんだろうとか結構不安はありました現地での主な任務は 物資輸送と、あと道路舗装をメインにやっておりましたと。状態としましては、シリアとイスラエルの停戦状態を監視するのがメインの任務でありまして、自衛隊につきましては、えっと、そこについては輸送をメインで現地に派遣されて、えー、活動しておりましたと。印象に残っている出来事としては、えっと、受け入れ国であるシリアとイスラエル両国、それから各派遣国の、えっと、自衛隊に対する印象はすごい好意的な印象を受けました。これまで積み上げてきた自衛隊の先輩方が、えっと、現地でその評価される活動を 活動しししてていたっていいたたたとととううこここをを証明してたんだなっていうことを実感することができましたオーストリア、あとフィリピン、インド、クロアチア、国際平和について感じたことといえば、まあ、国同士の紛争だったり、国内の紛争については、長い歴史、それぞれの国がま抱えている問題がありまして、国際社会がそのま対応に、えっと、すぐにま対応できるわけではないので、やはり時間をじっくりかけないと、国際平和を導くことはできないんだなということは感じました。国際社会の変化っていうのはかなり見まぐるしく変化してますので、その時その時に適切な判断を下せない。 日本の安全を守れないというふうに考えてますのでそれなりの対応を今後真剣に考考ええてていく必要があると考えています大切な家族やふるさとを守るために自衛官一人一人がその思いを積み上げることによって日本を守りたいという 国を愛すすする気持ちが増すと考えておりますやはり若い時にはその自分がやってる仕事が実際どのようにその舞台に役に立ってるんだろうとかっていう疑問があったんですけどもだん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 の経験を積んできてそれなりの仕事をや,やらせてもらう上でやはりその自分が調整した内容とかが舞台の運用等にその反映されるとやりがいを感じていてそれなりの自分の責任感も増してきたというふうに感じております。